今回は風間くんと海部しんのすけガチ勢を楽しむみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。なんかタノコよりしんのすけへの執着すごくない？サボテンの時とか完全に夫の帰りを待ってる妻だったからな。風間くんはあの映画における裏のヒロインだったな。しんちゃんがいつもの風間くんにこだわるように風間くんもしんちゃんにこだわるからな。こいつら好き同士すぎるわ。天カス学園見よう。風間くんの良いとこ見れるぞ。どっちかが異性だったらヤバかった。逆に同性だから危ういんじゃないの？一歩間違えたら禁断の恋に発展しそうな関係だよな。しんのすけと風間くんがベッドで揉み合いになった時に風間ママが勘違いするくらいには仲良いからね。しんのすけが相手とかじゃなくて男の人が好きなのかってショックだったのはもう親公認としか。天カス学園いいよね。しんのすけは心がエリートだからな。多分ピクシブ行けばカプエがゴロゴロあるんだろうな。プロシ向けというよりは仲の良い二人を見守る感じで見まみまするのが多かったよ。しんちゃんって風間くんが言ったら解釈違い起こす。しんのすけもしんのすけだぞ。天カス学園もいいけどカスカベボーイズの風間くんもいいぞ。どっちが女だった場合耳にいぶきかけるやつがシャレにならないっていうの好き。心のエリートだぞは未だに見返すぐらい好きな回。この回と風間くんのお父さんが出る回のしんちゃんがめちゃくちゃいいやつなんだよね。天カスは俺的クレシー映画ランキングでもはや殿堂入りの戦国大人ヘンダーに次ぐ4位にランクインしたらめっちゃ良かった。焼肉ロードはいいぞ。裏切りからの再結束の後、将来に旅する予定の大切な自転車の鍵渡して壊してもいい。絶対に熱海目的地に行けよって言って敵の足止めするの。ターミネーターと路階でも未来から来るのが風間くんなのも地味に好き。何月何日に貸したのまで覚えてるの怖いよ。天カスはこの前地上波でやってたからなんとなく見てたけど、風間くんのしんちゃんへの矢印が大きすぎてお前お前ってなった。風間くんも大概しんちゃんにでかい矢印向けてるし、しんちゃんも風間くんにでかい矢印向けてる。天カスめっちゃ良かったわ。映画というまとまった時間でしかできない幼稚園児から小学校へのギリ学園体験。本来の学園ものだと風間くん以外は途中から飽きて帰りたいみたいになっていただろう。そこにミステリー要素を追加することでカスカベ防衛隊としての動きをさせつつ推理のために学園キャラにスポットを当てるようになるから策撃としての無理がない。またオチも誰かしら悪い奴らがいたわけでもない平和な内容だったし、それでも風間くんが敵対してその思いを吐露するのはすごく丁寧に絆を書いてる。最後のおのおのが青春話で語るシーンによる締めも踏まえて本当に学園青春物語ミステリークレヨンしんちゃんの3つをうまく噛み合わながら話を展開させてる。すごく面白かった。ぶっちゃけ近年でも今日あたりの作品と言っていい。天カスのヤバいとこはエリートじゃない友達なんていらないイコールお前はいらないじゃなくてお前もエリートになって一緒にいようだからな。エリートじゃないからしんのすけを突き放すかと思ったらお前もエリートにならないかとそばにいさせる気満々で笑う。エリートになってもしんのすけ大好きかよ風間くん。わざわざ天カス学園を体験入学先に選ぶのがマジだよね。勉強じゃついていけないだろうから得意分野伸ばせば入れる可能性があるわけだし。言ったらしんちゃんは剣道とかでエリートポイント稼いでそう。特待生がどれくらいの恩恵受けられるかはわからないけど、学費や受験にかかる費用の負担減らせるなら、私立でも皆通わせてもらえるかもしれないしな。しんのすけやカスカベ防衛隊から離れたら曇って闇がちな風間くん好き。その上で将来エリート小学校に入るの決めてるとこもっと好き。しんのすけ好きすぎて闇落ちする風間くん好き。お互い顔は絡めたりしてるどちらかが思いっきり迫って求めれば受け入れそうな危うさある。しんのすけが風間くん打ってしまくったら風間くんも委ねて一致しそうだし逆もありそうな。カップリング人気が高いと聞いていたが天カス見たら納得せざるを得ない。しんちゃんを七子お姉さんか風間くんかどっちかしか助けられない状況に追い込んでみたい。両方助けられるのがしんのすけだよ。子供ながらになんかこいつら湿度高くね。ってのは漠然と感じてた。
しんのすけは風間くんにだけは湿度高いところ見るにリアルだよな。現実でもその友達とはめちゃイチャイチャできる関係の友人とかいる人おると思うし、一線越えれそうな危うさがいいよね。危ない関係って素敵。ほぼ満場一致でしんちゃんが立ちで風間くんが猫。天カスは防衛隊全員がいい味出してる。普段愛ちゃんかマウント取れる場面でしか覚醒しないマサオが風間くんの手紙でガチモード入ってるのがいい。マサオとかいう地味にヤンキーの早朝に上り詰めた幼稚園児。あいつは勉強とかそういう真っ当な努力が絡まない事案に強すぎる。会議の様態にしか見えん。裏切りおにぎりの動作滑らかすぎる。どこで覚えてきたの？前逸みたいなやつ。風間くんママも大概しんちゃんへの好感度高いよね。ねねぼうまさあたりは普通の友達だろうに、しんちゃんのことは息子の親友だって思ってそう。ねねちゃんママはしんのすけのこと嫌いだろうな。でも実際いなくなったらなんだかんだ寂しがると思う。ねねちゃんママとかいう5歳児に対してひどい感情を抱くくる。あれは切れてもしゃあない。それでも我慢してるだけ偉い。うさぎが犠牲になるけど。アポなしで無断で来るたびに楽しみにしてるおやつを食って礼も言わず帰る子供とか嫌われて当然だしな。ミサイに文句言わないだけ優しいよ。ねねママは一回本気で説教しても良いと思うわ。良いママであろうとこだわりすぎて逆におかしくなっていってる気がする。いいママになろうとして演出なのがまた立ち悪いよな。本当に人格者ママならしんちゃん叱るはず。でもどっちかって言うと坊ちゃんとの方が波長というかなんか合ってるよね。未来でも坊ちゃんとしんのすけだけ交流あったっぽいし、二人三脚の練習する回めちゃくちゃ好きなんだけど、わかる人いる？しんのすけが女の子成長したひまわりみたいな見た目だったら風間くんの性癖ぶっ壊れてそうってコメント見た時は収めとくしたし笑った。マジで同性だからギリギリのラインになってると思う。そこはぶっちゃけ用を足してる最中にトイレに入ってきたり、お菓子勝手に食うしんのすけが悪いところあるし。風間くんがヒロインしてる映画は春日部ボーイズ引っ越し物語未来の花嫁天カス学園。なお春日部ボーイズにおいての風間くんは裏ヒロイン。異論は認める。2回くらいキスしてなかったっけ。天カス学園で今が楽しい春日部防衛隊と違って一人だけ先のこと考えてこのままじゃいられないのにと焦りと不安で曇る風間くんいいよね。防火のシーン好き。直前まで冷たい態度取られてたにもかかわらず、風間くんが悪い点取った上にうんこ漏らして雨に濡れてる時も見捨てないからな。しんのすけとミサエ。ミサエが風間くんがうんこ漏らしたの察しても何も言わずに優しく微笑んで家に連れて行くシーン好き。天カスのいつかみんな別の友達ができてバラバラになっちゃうんだわ。小学校の頃の親友の連絡先ももう知らない自分に刺さったわ。つかそういうのって大人にってようやく感じるノスタルジーみたいなものだと思うんだけど、風間くん成熟すぎない？風間くん以外は全然意識してなかったけど、それが普通だもんな。塾もエリート教育しばっかりだから意識しやすいのかもしれん。しんのすけオラが好きなのはアクション仮面と七子お姉さんと、ジョコビと、風間くんと。こんなこと言ってるから、しんのすけから風間くんへの気持ちも相当なもんだぞ。好きなもの順だとしたら風間くんそこに食い込むのはすごいな。お前も僕と同じエリートになれない。好きなものを諦めるなんてオラは風間くんを諦めないよ。これは両思いですね、間違いない。